People say that we'll never live in peace. It's written on the walls that tell us we are enemies. But I see it differently, so differently. Yeah, I believe we are all one family. All people, different faces of the same humanity. And we can choose the way of peace. The way of peace. We're gonna rise up, rise up. We're a million different colors dancing to the beat. Rise up, rise up. We're a million voices singing as one. We choose peace. Together and in hand, 'cause we choose the way of peace, the way of peace. We're gonna rise up, rise up. We're a million different colors dancing to the beat. Rise up, rise up. We're a million voices singing as one. We choose peace. Yo creo en la paz, yo creo en la paz. Yo vivo per la paz, yo vivo per la paz. Yo vivo per la paz, yo vivo per la paz. Count my again, acredito na paz. Count my again, acredito na paz. 我选择和平，我选择和平。Ya vivirai un mir, ya vivirai un mir. Wir wollen Frieden, wir wollen Frieden, wir wollen Frieden. Wir wollen Frieden. Nachagua aman, sendamme sol. Nachagua aman, sendamme sol. はこのような交流の機会を私たちに与えてくださったことを大変感謝しています。私たちはさまざまな場所からさまざまな背景を持って集まってきました。私たちには分からない、日本人には分からない傷、韓国人には知らない傷、北朝鮮には分からない傷、いろんな傷を持って皆さん集まってきていると思います。でもイエスの傷で大きくつながっているということは変わりないということを今ここで感じているところです。私たちがキリストの子供たち、兄弟としてお互いに知り合うことができたこと、とても嬉しく思います。ありがとうございます。私はこのイベントを通して平和がそこにあるわけではなくて、いろんなところで争いが起きているということを知りました。でもこうやって平和について考えている時間が一番平和に近いんだっていうことも知りました。幸せや平和はそこにあるわけではなくて、みんなが平和になろうと努力して行動しているからこそ今の状態があるっていうことが分かりました。まだ私は何かをしたいとかこういう活動がしたいっていうのを明確に持っているわけではないけれど、それが見つかるまでは誰かの平和に向けての活動であったりとか思いに賛同して応援していけるようになりたいです。ありがとうございました。이번에평화문화제에참석하면서제가가지고있던평화에대한그생각들이많이넓어지고또한일청년들과교류를하면서아우리가미래에어떤주역으로서평화의복음을선포하고또삶에서실천하기위해서우리가이자리에모였다는것을알게되었습니다. 이러한 시간에
시간을마련해주신모든분들께감사드리면서이평화문화제가오히려이평화의걸음우리가평화의장인으로이렇게거듭나기위한그하나의발판이될수있기를바랍니다こんにちは今韓国の方に平和教育の勉強のために来ています。地球様たちがいろんなところから集まってくださると聞いてすごく嬉しく思っています。僕も、身近なところから平和に向けて手を取り合っていけるように周りの人といろんなことを分かち合って前に進んでいけたらと思います。よろしくお願いします。私が思う平和は今世界でもまだ戦争が終わってない国はありますけども、他の国からの助けとかいろいろあって、でお互いの国の着地点がいい方向に見つかってくれればきっと亡くなってしまった方もたくさんいるんですけど、ちょっと報われるのかなと思います。今回平和文化祭に参加をして、本当に平和についてこうやって身近に感じて考える機会っていうのをいただいて本当に感謝いたします。これからも続けられるようにぜひ司教様ご協力いただけたらと思います。本当にありがとうございました。평화를만드는일이우리가하는일과무관하지않고그다음에우리의선택과행동들이다른사람들과연결되어있고그것이결국엔평화를만드는일에영향을끼칠수있다는그런격려와용기를보내주세요。교황님께서그리스도의평화를알리기위해서세계의청년대회를여셨듯이우리주유님들도한반도의평화와동북아시아또주변국가들의평화를위해서이런교류가많은자리를만들어줬으면좋겠습니다。주유님들화이팅！